えー、この頃はですね、まあ、女性からの攻撃があまり厳しいので、えーまあ、女性に対してちょっと反撃するとですね <laughs> 叩かれまくるということなんですが私はねもう全然違うんですよ男と女っていうのは男と女がいるから楽しい人生を送れるんでありですねそれぞれ愛し合いながら助け合いながらいいところを生かしてやっていくっていうためにまあ 神様はというか12億年前にオスとメスの両性生殖になったわけですから同じことやってたらですね何のためにオスとメスになったかっいうのは分かんないわけですねそれで今日はちょっと女性に対して反撃をします一つ女性の使徒でもしも耐えられる人がいたら私の話を聞いてほしいと思いますねえっ、ー、とですね 人間という種というのは男というまあ亜種っていうかですね種類と女っていう亜種種類がいるんですね。まあ、体も全然違いますし、頭脳構造も違います。え筋肉のつき方からホルモンから何から何まで全部違いますので、異なった生物ではありませんが、まあ、相当程度違うわけですね。それでこの一つの性よりかは二つの性があった方が ああ、もちろん子供を産むってことはもちろんあるんですが、それ以外にも非常に有利なんですね。その一例をちょっとお話し,します。と、えー、っと人間という種族をずっと続けていってるわけですよ。まだいたいえ、600万年ぐらい前から人間という種族ができて、それで現代人類っていうのはだいたい。78年7。8万年前から誕生したとまあ、こういうふうに言われております。ただえー、日本人なんかはややネアンデルタール人の。 やや一部を引き継いでるんじゃないかと今言われておりますのでなかなかその、えー、いろいろスパッというふうに分けられないんですが大体そういうふうになってるんですねそうしますと例えば600万年もですね人類との続いていきますとまだ続くと思うんですけども我々の遺伝子の中にはですね悪い遺伝子が入ってくるんですよ例えば放射線に当たる、えー、熱を受ける太陽の光を浴びる、まあ、悪いものを食べるなんていうごとにですね やっぱり遺伝子いうのは傷んでくるんですね。そうすると傷んでくる遺伝子をそのまま子孫に引き継ぐと、だん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 人間の遺伝子悪くなっていくんですね。そこでですね、自然はいろいろ考えてその対策を取ります。対策を取るっていうか、対策を取ったそのあ動物っていうか生物が生き残るといった方がまあ,あの淘汰的には正しい表現かもしれませんが、まあ,あの工夫するわけですね。 でその一つが男女なんですよ女の子っていうのはですね子供を産みますから、えー、人間とという種にとっては一番重要なんですねですから女の子の数で次世代が決まりますからねですから特殊出生率なんぞ出すのも女性1人当たり何人の子供を産んだかってことで男入ってきませんねそこでは、えー、全然差別じゃない方って,って、まあ、それは差別も何も事実なんですから差別でも何でもないんですけどね 女の子は黙ってますけどこういった女性に有利な統計は黙ってますけどねえー、っと従って女性にはですね女の子にはですね両親のできるだけいい遺伝子を引き継がせるんですよそして子供を産んでもらうと子供を産むってことはまず生殖年齢まで必ず達してもらうとただ人間でいえば二十歳から30歳ぐらいまでとにかく生きてもらうそして子供を産むだけの健康な体を持ち 子供を育てるるととうこともできると、まあ、哺乳動物の場合は鳥、まあ、類なんかと違って卵ではありませんので赤ちゃんを産みますからねえ授乳とか育てるっていうところまで、えー、女性のあ、まあ、任務範囲っつったらいい権利範囲っつってもいいけど、まあ、そういったことなんですね。これに対して男の子はですね精子、まあ、がいっぱいあるってこともあってあの自分がお腹が大きくなって妊娠してて子供を産むわけじゃありませんから。 一人の男性がいれば、まあ、理論上は10人でも20人でも相手にすることができるので男の子の命の子命方が軽いんんでですすすよそれ,それを利用するんですねしたがって両親は悪い遺伝子はできるだけ、えー、男の子に継がせるんですね。まあ、典型的には例えば劣性遺伝子といわれる、まあ、極めて生存するのに不利な遺伝子は男の子に発現するようにします。 そうすると男の子はそれが発言しますとかわいそうなんですがそれ以外にも例えば交通事故が増えますと男の子の受胎率が増えるんですけどそれで二十歳になるまでに死んでいく男の子が増えるんですよ主に男の子が交通事故に遭うんですね主にですけどねそうするとその男の子を少し余計に作るんですよかわいそうだけど 交通事故である程度死んでもらうんですね。そうすることによって、より良い,い遺伝子を残そうとしているわけです。一番発見してるのは劣性遺伝子なんかですけどね。つまり、男の子は、ご両親はですね、子供を産むときに、えー、女の子は一番いい遺伝子をあげて、男の子には悪いけど悪,悪い遺伝子をあげて、その中のあの何人かは死んでもらうと。 で子供を産まないで死んでもらうここがポ,あポイントですね男の子が二十歳になるまでに死んでもらう、まあ、そのことによって子孫は告げませんからね悪い遺伝子は子孫に残らないとこういうことをやるわけですねですから常に女の子の方が元気で長寿で長寿もそうですね必ずメスの方が長寿です。えー、っと私はあの動物でも生理ししておりますし 民族的にも人間の民族的にも整理しておりますがほとんど例外なく女性の方が長寿ですねこれはやっぱりそういうその生活もあるんですが遺伝子的な部分もあるんですねだから女性はもともと恵まれてんですよ恵まれてんですよそれなのに文句言ってんですよ私ねちょっと言い過ぎなんじゃないのと思ってるんですねだって あの女の子にいい遺伝子を両親が渡すでしょ男の子早く死んでもらうわけですよもちろん戦争があったら男性は率先して死ぬんですよ女性も死にますけど男性の死ぬ数からいえ全然少ないんですよええー、事故に起こるのも男性が多いし何でもそうなんですねそれでいいんですよ遺伝子がそこでだん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 少しずつ良くなっていくわけですからそのメリットは女性が引き継ぐわけですよだから女の子はあまり下痢もしないし熱も出にくいし それから粘り強いし、まあいろんな特性が持ってるわけですね。それこそそれは人間が子供を作って子供を育てるってことは最も大切なことで、それを女性がやるから特典を与えてるんですよ。それどういう形で男性に返してます？なんか男女共同参画とかなんか <laughs> 言ってるわけですよ。じゃあ男の方も言いたいですよ。命が命を捨ててんですから男性は。 人類のために男と女の繁栄のために命を捨てるのが男なんですよ遺伝的にも捨て戦争でも捨て交通事故も捨ててるわけですよ。それによって、えー、子孫に女の人が一番大切にする我が子我が子のが元気に育つようなの、えー、環境をですね男が命を捨ててるんですよ。それ分かっておられるんですかね、うん、一体。 ななんんかかいいいとこ取りしてんじゃないですかねだからもちろん女性の不利なところとか女性が可愛さなところはどんどん改良しなきゃいけませんよだけど昨今のようにですね何でも男が悪い男が悪い男が,い男が得してる得してるいやだ男早く死ぬじゃないかと言ったら黙ってるといやそれもともと知らない人が多いんですよ。その まあ中学校の時に本当は習うんですけど、まあ、眠ってたりしましてね劣勢電子が男性にしか発言しないと男の子しか発言しないということも知らなかったりもちろんその意味合いですね人間という種が生き残るためにどうしているかということもその、まあ、考えようとしないとそれでただ言うとしかしこれはね政治家とか学者に責任ありますね、まあ、東大の先生なんかも全然勉強してませんからね ですからそういうこともご存知ない社会学者がいるんですよだから社会学者経済学者とかね考えられませんよだってもともと男と女のアッシュなんですからね体の違いは何にも違うわけですからその中で別に平等なんていう概念を持ち出すといけないんですよ平等っていうのは男同士女同士だったらありますよ同じだからだけども あの平等かかどうかっていうのは比較することによって生じるわけ比較っていうのは同じスタートポイントに立ってなきゃいけないんで同じスタートポイントに立ってないのに比較したらいかんのですよもともと男の子は死ぬ運命で作られてくるんですからそれに対する同情心ぐらいはねあってお母さんは分かってますよ息子がある意味でのひ弱さを持ってるもろさを持ってるっていうことを知ってますよお母さんはだからお母さんだったらば私の言う今のことは 理解していただけるんじゃないかと思ってます。